幽霊とは、自分が死んだことを理解できなかったり、自分の死を受け入れることができないで現世をさまよっている霊。うすうす自分が死んだことに気づき出したが、どうすればいいのか、どこへ行けばいいのかわからないケースもあります。いずれにしてもいつまでも昇天や成仏できず、この世をさまよい続けます。幽霊の中でも特定の場所は建物に居ついてしまっているものは自爆霊と呼んだりします。幽霊、自爆霊は哀れというほかありません。絶対になってはいけません。幽霊、自爆霊にならない方法、霊界の知識を持つことです。しっかりと霊界について知れば幽霊になりません。そしてもう一つあります。信仰心を持つことです。信仰心があれば死後、神仏が迎えに来てくれます。そして導いてくれます。安心して一緒に行けばいいのです。無念な思いで死んで、後悔、恨みでいっぱいの状態なら、信仰心があれば神仏が優しく何でも聞いてくれます。ありったけの思いをぶつけ、出し切ったら神仏とどよみ進みましょう。死後わからないことが山ほど出てくるでしょう。そんな時も信仰心があれば大丈夫。信仰心があれば神仏が現れ、どんな質問にも答えてくれます。そう考えれば信仰心がないことがいかに恐ろしいことかがわかります。神仏が現れないのですから、何をすればいいのか、どこへ行けばいいのか、全くわからないのも無理からぬこと。さまよい浮遊霊になることも無理からぬことか。考えてみれば、これはあの世に限ったことではありません。この世でも神仏が現れなかったら何をすればいいのか、どこへ行けばいいのか、全くわからないのも無理からぬこと。さまよい浮遊人生になることも無理からぬこと。この世でもあの世でも人生観、死生観の基本ベースとなる信仰心。信仰心を持つことから全ては始まります。